はい、消しました。じゃあセッティングいただいて、ひろとさん入られます。はい、お願いします。お願いします。立ち位置はここでいいの？はい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 。これはどっち見て、こっちカメラ。はいはいはい、わかりました。大丈夫ですよ。これは大丈夫。はい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 。あ、僕は大丈夫です。はいはい、お願いします。はい、じゃあもろもろよろしければ撮っていきます。お願いします。まあね、ついに来ました質問コーナーっていうことでね、すごいね、もう今昼の1時なんやけどさ、もうなんか生活習慣バグって、なんかもうなんつう、朝方に寝るみたいな感じになっとったから気合で戻したんやろ。だから今こうちょっと寝てない、まあ徹夜ではないんやけど、なんかちょっと寝てない時間が多くて、このバッキバキバッキバキやマジなめんなよ、ほんとバッキバキやで今なんかすごい、もう逆に天使みたいなヘブンねんけど。はい、ということでね、質問を募集しました。まあ、10万人突破っていうことでね、ありがとうみたいなね、そういうこと。まあなんかさ、ほら結局新しい人も見てくれてさ、結局何なんお前はっていうことやん。なんか何しとるやつなみたいな、誰なみたいな、はみたいな、なめんなみたいないう感じなんで、YouTube とね TikTok、 あー違う、Twitter、 あー違う、インスタか、募集しましたんで、はい、それをね、もうちょっとバンバン答えていこうかなと思います。まあ、100ぐらいね、もうババってできたらいいかなと思うんでね。もう早速、行きましょう。はい、ということでね、質問をね、募集しましたんでね、もう、パパッと答えていきます。パパッと。ほんと。なめんなよーって、マジで。じゃ、早速、行きましょう。ででん。ヒロトさんは何歳ですか ?25 歳。いつもどんな時に物語を思いつきますか？大体物語を見とる時かな。まあ、なんか映画見とる時とか、なんか本見とる時とか、物語に触れとる時に、あ、これやったら面白そうやな、みたいな。あとはま、大体サウナ。動画作るのに何時間かけてますか？まあ、その尺にもよるけど、大体6、7時間ぐらいかな。いつもどうやって BGM を見つけたり決めたりしてますか？これはね、YouTube の、ドバっていうフリー音源サイト。もしくは、もうこれ課金なんやけど、オーディオストックっていう、もう2万円払ったら1年間使い放題で、そこの音楽全部YouTube とかで何も書かずにもそのまま使えるから1年間それでやってます。はい、決めてますかっつうのはもうフィーリング。どうやったらそんな面白い物語を作れますかまあ天才なんで。こんにちは。いつも楽しく見てます。質問なんですが、演技力はどのように身につけたのですか？演劇部とか劇団に所属してきたのですか？劇団とかには所属してない。小学生の時にちょっとだけ入っとったとかあるけど、まあ、基本的にけど演技力はもう独学かな。役者さんの映像とか見て自分でやるみたいな感じ何をきっかけに演じたり物語を作ることを始めましたが、文章が変ですみません。そんなことないですよ。話しますか？まあ、これはぶっちゃけもともと役者志望で、俺が役者になりたいと思って東京に出てきてるから。で、事務所に入っとったよ、俺。1年半ぐらい。芸能事務所に。1年半が俳優として仕事しとったよ。なんかこのままじゃダメだなと思って、YouTube に入って、最初は YouTuber みたいなことやっとったわけ。あ、どうもこんにちは、みたいなことやっとって、全然伸びへんくて、途中で TikTok 始めて、で、TikTok どうやったらいいんやろなとかっていろいろやっとって、お芝居、なんか悪役の逃げ方を始めてやって、それがパーンってバズって、そっからなんか徐々に、あ、物語作るの面白いかも、みたいな。いう感じになって今。演技を参考にしてる俳優さんはいますか？誰ってことはないけど、なんかやっぱ結構いろんなほら映画とかを見るから、なんか、あ、この役こういう、この人をやっとったな、みたいな。なんかその、イメージでな、あるよな。で、なんか、あ、こういうのやってみよう、みたいなのはあります。はい。伝ってますか？大丈夫ですか？伝わってます。言語化できてます、私。大丈夫？よろしい？いけてる？オッケーオッケーオッケー。素晴らしい。素晴らしい。今までしてきた女性キャラのひなちゃん、いただちゃん、ひなみんの中で一番タイプの子は誰ですか？まあ、付き合いたいのはひなちゃんよね。普通にもうダントツらぶっちぎりでひなちゃんやさ。男なんてみんな好きやん。だ、まあでも個人的にはひなみんが好き。なんか可愛いみたいな。可愛いみたいな。なんかちっちゃくてさ、こう気強いの可愛いやん。兄弟いますか？弟がいるよ。焼肉に行ってきたよ。こんにちは。好きです。あざす。どんなスペックでも一つ手に入るとしたらどんなスペックが欲しいですか？まあでもなんかおっぱい揉み放題とかじゃ、女の子の。もうなんか、揉み放題みたいな。きっと全ての作品が好きだったと思いますが、その中でもこれはっていうトップ3。難しいな、それは。ちょっと考えていい？個人的にめちゃくちゃ思い出があるのは、初めてグリーンバックを使ったやつ。これはまあ、結構何回も見返したりとか。あとはもう一個ヤンキー系のやつ。すげえ頑張ったなっていうので言ったらこれ。
これはもうすげえ頑張ってるのが、めちゃくちゃ初めてなんかこういうドラマっぽいことを一人でやってみて、めっちゃ時間かかったの覚えとるから、なんかすげえ覚えとる。舞台とかはしていますか？すいません。お芝居を始めたきっかけとお芝居経歴を教えてほしいです。まあ、初めてきっかけは役者になりたかったから、父さんが役者で、役者っていうか舞台役者やねんけども、今もやっとって地元三重県で、それをちっちゃい頃から見とったから、なんか俳優かっけえなみたいな、いうのがまあ始まりかな。経歴で言ったらどうなんやろ。まあ事務所に1年半ぐらい大学生の時、20歳前後の時に入っとったけど、まあでも、エキストラばっかりだったから、別に経歴って言ったらそんなもんなんじゃない。今好きな最近のアニメは、ここ1、2年でハマってるやつ。映像系には手を出すな。めっちゃ面白かった、俺。なんか何回も見とる。なんか言葉がすごい好き。おとつめ、一番好きな曲は、一番もむずない、普通に。一番は、ナメダルマでヒューチャー。今後メンバーを増やす予定はありますか？まあ、今んとこないけど、今後はね、ゆくゆくはね、将来的には増やしていこうと思ってます。はい。演技の時に意識してることありますか？役になりきること。本来の俺が出てこうへんようにはするよね。演じてて一番楽しいキャラいる。一番好きなのは、ヒロ。ボスとポンコツの。おもろい。最近よく聞く音楽アーティストを教えてください。ずっと聴いとんのはやっぱナメダルマ、ガドロ、ドーフビーツ、モロハ、長渕、キャラピストル。熱いのが好き。なんか、うわーってなる音楽が好き。質問じゃないんですけど、最近見始めたものです。学校遊兵編は全部見ました。すごく面白かったです。これからも動画投稿頑張ってください。ありがとうございます。ヒロトさんの推しキャラは誰ですか？ヒロト北条。一番好きな本。さよならの言い方なんて知らない。憧れの人っていますか？ナルト。キャラとかじゃなくて、普通に食べ物は何が好きですか？肉、寿司、スイカ。どんな人がタイプですか？髪の長さとか。髪は、なんか ここぐらいの、ボブじゃないんだけど、ちょっと長め、なんかセミロングみたいな。ここら辺がもう、ペロペロ。どんな人ってのは、まあ難しいけどな。まあでも、おっぱいが好きやから、おっぱい大きい人が好きやけど、あんまそういうの気にしてもしょうがないやん。なんか、普通にかっけえなって思うのは、根性ある人ね。なんか、腹座っとる人。全然おらんやん。これはもう男も女もおらんから。なんかやからかっけえなと思う。男女問わずな。なんか腹座っとる、なんかボーンとしてる人はかっこいいなと、うん。たくさんキャラクターがいて頭の中がごちゃごちゃになったりしないんですか？今んとこ知らんけど、まあ、これから増えてったらなんかわからんかもね。女性の役を演じるときに気をつけていることは何ですか？肩幅。もうね、肩幅が結構さ、生まれつき骨格があるから、なんか結構こう、なんかこうやってカクカクしてる。なんかでっかい服着てるとか。うん、あとはまあ話し方とかかな。日常の生活で演じている役の癖や話し方が出たりしますか？ああ、どうやろう。ああ、でも出るかも。たまになんかバカめとか、ひなみちゃんのバカめとか言ってしまうかも。肌ケアはどんなの使ってます？何もしてない。もう化粧水も何もしてない。もう、なんかそのままの私。大好きです。さっき。小説とかは書かないんですか？書きたいな、でも。今は全然ないけど、そのうち書きたいなと思ってます。一番キャラ作りが難しいのは誰ですか？もうね、ダントツでボス。もう世界一目つき険しいんやって、マジで。世界一やから。もう無理、あれが。一番しんどい。殺されるけど、そんなこと言ったら。ズバリかっこよさの秘訣は、やっぱ根性あるやつじゃん。根性とか腹座っとるやつとか。見てくれなんてかっけやついっぱいおるから、そうじゃなくて、なんか目に見えへん部分で、なんか違うことを違うって言えたりとか、なんかいいものをいいってはっきり言えるようなやつ。なんか自分をしっかり持ってるやつがかっこいいなって思う。つまり僕ですね、こんにちは。足の小指ぶつけてください。なめんなよ、お前マジ。いつも楽しみに旦那と見てます。質問ではないのですが、個人的にひなみちゃん推し、旦那はひなちゃん推しとバトルしています。これからも応援します。あ、微笑ましいです。撮影してない時は基本何してますか？大体物語見とるかな。だから映画とか、本とか、漫画、アニメ。あとは映画館行ったりとか。一つだけ叶えられるなら何をお願いしますか？世界平和。今までで一番感銘を受けた作品は何ですか？音楽でも映画でも文学作品でも構いません。教えてほしいです。感銘って言うとちょっと違うかもしれんけど、なんかもう心でこうブワーってぶっ刺さったのは、映画やったらグリーンマイル、戦場のピアニスト、ショーシャンクの空に、まあ名作。音楽やったらやっぱモロハかな。モロハの三文線、革命、五文線。かもうモロハは全般も、なんか俺モロハ好きなやつと絶対仲良くなる。もうなんか熱いからマジで。聞いてほしいです。文学で言ったらやっぱりほら辻村瑞稀さんの冷たい校舎の時は止まるとか、河野豊さんのそれね、うん。仕事は YouTube 全振りですか？全振りです。今まで作ってきたお話の登場人物の中で一番自分に似ていると思うのはどのキャラですか？ダチとイネイ君。この二人はマジで普通の俺。分けるんやったら、人前で誰かと話してる時とかは、まあ、大体ダチっぽい感じ。家で、なんか一人でやっとったりするときはいねえか。いつもどうやってキャラの名前とか考えてるんですか？調べる、ネットで。なんか、かっこいい名前とか、かわいい名字とか。彼女いますか？